かな。元気だね。全然だって普段使わないんだよ。使わないし。よかった。まあ年取ってきていろいろあるよね。腫れてるんだ。あ、そう。脾臓って何？血液を分解するところなの。らしいよ。でそれが腫れてるって初め言われて、うん、でそれが腫れてるとこうやって触ってるとあんま触ってると破裂しちゃうからって脅かされてさ、うっそ、そうなんだよ。それですぐ見るって見て、そしたらもう2週間見てんのかな、うん、そしたらそれでこの間エコーやって、で血液検査やって、そしたら血液の方は白血球が多いだけで、こっちの歯の方から来てるんだ、うん、で脾臓の方は脾臓じゃない、膵臓の上に影があるやつはわからない。年が年だからな、もうな。16歳だからさ。16か。そうだよ。16だったらしょうがねえな。元気は元気だし。そう。だから下手に一ぐらいじゃん。そうだよ、うん。もうこのままがいいかもしれない。うん、もう今更手術なんてなんかあったもん。歯のやつはね。うん、まあ歯はしょうがないけど。なんていうか、うん、呼吸困難になっちゃうからさ。うん